最強の剣が現る。その名は謎の仮面に素顔を隠した男、ゴドウ。怪しく立ち上る謎という名の煙から答えを見つけ出せ。追い求めた真実のその先に待つものとは。新たに始まる正義をかけた戦い。力になりたい。今こそこの僕が。とにかく彼の無実を最後まで信じ抜くの。これより改定いたします。なるほど、犯人は俺じゃねえんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃん。それじゃ君が千尋さんの。見捨てられちゃったんですね。私こんなところで何をしている。なるほど、龍一。私、綾里晴美と申します。私の標的は三剣霊二、あなたが殺した男よ。僕が必ず証明する。依頼人の無実をね。悪いけど僕は信じてないんだ。悪夢なんて被告人を罠にかけた真犯人です。発想を逆転させるの。逆転。強いから勝つんじゃない、正しいから勝つんだ。正しいことのため命を懸けて戦う。だから君も正しいことから目をそらしちゃダメだ。自分は何のために法廷に立つのか、その答えを見つけた時新しい旅が始まる。出会い別れが織りなす物語の果てに、なるほど龍一は一人前の弁護士へと成長した。見せてやる。これが弁護士なるほど龍一だ。異議あり、異議あり。時は流れ、あの逆転裁判がパワーアップして帰ってくる。何事件ぶりもさらにパワーアップ。謎と矛盾の果てに真実を解き明かせ。新たなキャストを迎え、待望の新シリーズがいよいよ始動する。絡み合う複雑な人間模様、なるほどたちは謎を解き明かす鍵を探し出せるのか。そして謎の検事ゴドウとは一体何者なのか。過去と未来が交差する物語のたどり着くたった一つの真実とは。息をもつかせぬ逆転劇が今再び幕を開ける。逆転裁判シーズン2、待望の放送開始。その真実、異議あり。